ああ、もし実に簡単な選択だ、ベルノート。この牢獄からも出られる。悪い条件ではないだろう。私にその資格はありません。貴様のその才能、罪人として朽ちるには惜しい。飛翔薬、貴様が生んだ死の薬。違う、あれは万病を治す薬になるはずで。おお、そうなのか。薬を与えた人間は皆死んだではないか。飛翔薬を私のために作るのだ、ベルノート。私は二度とあの研究には手を出さない。そうか、仕方がない。何をする、彼女は関係ない。そう騒ぐな、眠っているだけだ今は。この女、凛雄と言ったか。光が見えないそうだな、かわいそう。この女を治すため貴様は薬を研究していたな。どれ。頼む、やめてくれ。わかった、協力する。
だから凛雄だけは。契約成立だな。私に下る喜びをかみしめ、我が名を称えるのだ。あらゆる権力を持つこのタイタスに不可能はない。司祭様、今日のお仕事は終わりました。何かお手伝いできることは？ありませんよ、凛雄。いつもありがとう。あなたの優しさに聖火のお導きがありますように。司祭様こそ聖火のお導きがありますように。凛雄、その声、ひなさん。今日も教会の手伝い？ありがとね。凛雄は強いよ。タイタス大聖堂が完成したら、あなたを修道者に進めてみる。ありがとうございます。でも、お手伝いできるだけで嬉しいですから。ねえ、凛雄。あなたの恋人、ヒヨクの人なんでしょ？タイタス様と一緒に町を守ってくれているけど、元罪人の人たちなんて。わかっています。でも優しい人なんです。何でも相談してね。力になるわ。ありがとうございます。それでは。リーユ、ねえ。ちゃんと帰れますよ。いつもの道ですから。あなたは強い。だから心配なの。
丈夫ですか？やるしかないのね。やし！まだまだだな。ありがとうございました。ただいま。ありがとうございます。ありがとうございます。
すみません。さあ。時間だ。失礼します。それで、俺が撃つ。よし、富国の誇りとともに。俺が撃つ。よし、富国の誇りとともに。
俺が撃つ。富国の誇りとともに。やるしかないのね。動くな。そこをどけ。はい。相手して。くらえ。そこをどけ。はい。動く。逃さん、こたな。はい。いざ、せい。動く。逃さん。はい。いや。くらえ。ノガさん、なんてこと。どうしようかしら。人目。えい。終わりだ。悪い、先を急がせ。やるしかないのね。いや、見えたぞ。魔刀撃。はっ。ち。いざ。つ。野賀さん、俺の勝ちだ。戦いはここまでだ。弱点だ。人目。えい。ふっ。死闘会心の槍。ふっ。野賀さん。はっ。ふっ。
突破式。はっ。抜かるな。眠ってなさい。ごめんなさいね。観念しろ。そこお前の負けだ。道が決まったなら進むのみ。
なんだと、あれを使ったのか。タイタス様を陰で蔑む輩がいたからな。天罰だ。魔物に取り憑かれたって騒ぎになってたよ。完成は近いな、ベルノート。やはりリンユを襲ったのはこの研究。続けるわけにはいかない。我々非欲に課せられた使命は重要だ。飛翔薬が完成すれば我々は安泰さ。俺は一生タイタス様についていくぞ。研究はどうだ。効果は十分に現れています。完成は間もなくです。ほう。タイタス様、ご夕食は鹿の肉を。失礼しました。すぐに片付けます。あるよ、私の元で何年も。はい、10年になります。10年か、長い年月だ。これはな、貴様のようなクズを救う薬だ。いかなる役立たずにも鋼の肉体を授けることができる。どうだ、試してみたくはないか。いえ、私は。冗談だよ。この薬は未完成。未完成の薬を大事な使用人には使わんよ。ありがとうございます。大事な使用人であればな。タイタス様、何を。うわー。タイタス様。廃棄だ。さあ、食事にするとしよう。お前たちもどうだ。聞いただろう、良い鹿の肉が入ったの。いただきます。私は研究の続きがありますので。なぜ。いいえ、
すみません。見えたぞ。動け。そこをどけ。これでよし。立ち止まるわけにはいかない。誇りと共に。タイタス様にお食事を。新鮮なお肉を。やめとけ、身を滅ぼす。もらった。動け。ここだ。そこをどけ。はい。眠ってなさい。悪い子につける薬はないの。あいにくね。すみません。
ありがとうございました。それで、実は待ってくれ、リンユ。出ていくってどういう意味なんだ？ごめんなさい、ベルノート。ごめんなさい。訳を話してくれるか？貴族の家に嫁ぐ？遠く離れた君の家族が婚約の金で故郷へ帰れると？じゃあ君はどうなる？君の幸せは？私はそれで幸せなんです。ごめんなさい、もう決めたの。リンユ、もともと私のようなものと一緒になるなんて無理だったんだ。え？これでよかったんだよ。すごいじゃないか、貴族となんて。リンユ、幸せになれ。はい。今までありがとう。
は。すみません。実に残念な報告だ。ユルゲン、お前はそんな真似はしないんだ。もちろんです。希少薬が完成した暁には、隣国で投獄されている母親、彼女を釈放してやろうじゃない。本当ですか？このタイタスに不可能などない。しっかりとやるよ、孝行息子。